小林翼小林翼は、新末の官僚。字は、正、号は淳の、湖南省疫陽県の人、1836年、新氏となり、官議委員編集となった。その後、紀州省康、淳、陳炎の地府となり、苗族放棄や湖南省の理髪の乱を鎮圧した。湖南巡部、長領はじめ、落兵省に評価されて昇平されたが、紀州に留まった。 1854年、木屋妻道となり、紀州の共有1000人を率いて、湖南省、厚生省で太平天国軍と戦い、1855年に湖北不正市に任命された。その直後、太平天国が再び武将を陥落させたため、小林翼と祖国藩が脱会にあたり、1856年に脱会に成功して、湖北巡部に任命された。 1857年には、甲州に侵入した、新玉勢の軍を破った。1858年、旧港を陥落させ、安慶を包囲した。しかし、11月に、小林翼軍の主力の利属品の部隊が、三河の戦いで壊滅し、勢力を後退させた。翌年、祖国藩と共に兵を4分し、安気省に侵攻した。1861年春。 太平天国軍が湖北省に入ると部隊を率いて救援に向かい、その間に祖国船が安慶に向かって9月に陥落させた。しかし小林翼は同月末に武将で病死した。祖国藩、李公省、佐相等と並んで中高の名神とされ、踏みただの死亡を送られた。著書に独死兵略がある。ありがとうございます。